はい、どうも。どうも。放送20代、朝読み、出張朝読みですでございます。はい。というわけで、今日はビリタです、はい。はい。あの、iTunes が廃止されるみたいなニュースが最近あったんですけど、知ってますか？そう。僕は知らなかった。あ、知らなかったんです。あ、そもそも使ってなかったんで。あ、でも iPhone にもともと入ってる。iPhone じゃない。iPhone じゃないですけど、iTunes はもう、うん、iPod のクラシックがクラシックって言われてない時代から使ってたので、あのもうパソコンに入ってて、なんで音質下げんだよって思ってました。下がるんだ。下がる。そうなんだ。はい、そうそう。iTunes といえばもうなんか本当 iPhone とかに入ってる、とか iPod に入っている、なんかあの不動の音楽くれる。そう売ってくれるところみたいな売ってくれるしまとめてくれるそうそうそう便利ですね、うん、そう便利な音楽屋さんみたいなだったものがなんか解体されるというか、そのなんか全部なくなるっていうよりかはそのミュージックってアプリと、うん、テレビってアプリとポッドキャスト3つに分かれるらしいです、うん、へえ。ポッドキャストはなんかミュージックとテレビは想像つくんですけど、ポッドキャストって何ですか？なんか配信ラジオみたいな。ラジオです、うん、あラジオ、ラジオ、うん、ネットラジオ。そうそうそう、ネットラジオのやつだ、うん、すごい。そう、まあなんか個人が出せる、うん、まあ、例えばまあ普通にラジオっぽいやつをやってる人もいれば、うん、なんか TOEIC の英単語みたいなことをやってる人もいる、うん、ああ、うん、そうそうそう。え、なくなんだ。そう、これはなくなるって言って、うん、でも私もなんか肌感的にもなんか iTunes 全く使ってなかったのを、うん、もう思っていて、もうこんな本当ここ2年くらいでその サブスクリプションサービスみたいなのがすごい増えて、うん、本当になんか正規の方で買わなくても月額で聞き放題だからいいみたいな感じになって、うん、まあ、使ってないなっては思ってたけど、うん、まあ、ついにアップルさんもなんかそのニーズを分かっていましたみたいな。気づいたかみたいな。気づいたかみたいな。ようやく、うん、そう、でもなくなるんだみたいな、そういうなんか大手な気がしていたから思ってしまうか。でも昔はなんかその iTunes で音楽がダウンロードできることが画期的だった。あ、画期的だった時代は中学とかで普通に CD 屋さんの CD 借りてさ、うん、入れたりとかしてたから、うん、それがネットでできるんだみたいな思ったものがこう一つ時代が終わるというか、うん、なんか変わるなっていう節目をちょっと感じました。イグルみたいな人たちがいろいろジャケ写みたいな、ジャケ買いみたいな感じで行く人、うん、でそういった文化みたいなのは、うん、まあ、どこに行くんだろうみたいな、うん、はなんか時代の遺物というか、なんかそういう昔の文化っていいよねっていう感じのコレクターのものになるに CD を、今のレコードとかと同じような、うん、それ自体を使うわけではないけど取っておきたいみたいな。CD まだ売ってますもんね。うん、売ってる。でもあれなんだよね、こうさ、アルバムによってさ、うん、曲ちげえやついるじゃない。うん、あのちょっと古いロック系の人とかでさ、うん、なんか同じ曲、うん、アルバムに入ってるんだけど、うん、もう全然違うみたいな、うん、でそれのこれが聴きてんだみたいな時に、うん、あのちょっとサブスク系ってちょっと不利で、うん、毎回8件ぐらい出すじゃん、うん、何年とか何年とか何年とかリミックスとか言われて、いや違うんだよみたいな、俺これしか興味ないから、もう あなた以外もう出さなくてもいいよみたいな。なるほどなるほど。それを毎回出されるとちょっとで、それのあの、なんだろう、お気に入りリストとかさ、うん、ランダム再生にするとさ、うん、それの別はやつが流れたりしてさ、うん、で、もういい、もういい、それは違うんだよ。そうそうそう。で、確かに類似性は機械的にはね、あると思うよ、うん、それ同じ作品だからね、でも違うんだよっていうことを、うん、iTunes ってさ、電気グルーヴのさ、曲がさ、こう消えたわけじゃない、うん、あれは何、どうすんの、こういうのと。あ、そっか、そっか、そういうサブスクの問題点というか、うん、オフラインで維持できる権利というか、うん、消さないでいる権利みたいなのが、うん、あ、そっか、あ、なんかこの曲になんかあの、うん、フォーレターワード入ってた気がするけど、ないみたいな、うん、あり得る、そう、何だすかしかないみたいな、あ、そうなんだ、あるんじゃない、うん、強固に保持したかったら現物の方がいいってことですね。うん、そうだ。とかまあ今後のなんか、うん、法律とかなんか何かしらでこう変わっちゃうってありそう。その犯罪を起こしたとか、そうそう、例えばこの
ここの詩がすごく政治的だからもうこれを配信するのでやめるとかって言ったら消されちゃうって思って一気にやられちゃうから怖い怖いですね。皆さん好きな曲はもう CD を、はい、はい、というわけで以上です。